ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。才がかけていく。どこまでもかけていく。ご用があったはずだけど、かけてるうちに忘れちゃった。そのうち思い出すさとかけていく。ご用があるふりしてかけていく。地平線に日が昇り、日が沈み、また昇りまた沈み。一日一日を縫い合わせるミシンのように、才はかけていく。ご用を思い出すのを楽しみに、どこまでもかけていく。工藤直子、ゴリラはゴリラより、ご用はなんだ、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。忘れん坊の才を主役にした詩でございますね。用事があったので、急いでかけていた才は、かけている途中で用事を忘れてしまった。はて、何の用事があって、どこへ向かうのかも忘れてしまったが、それを気にせずかけてゆく。そのうち思い出せばよいと思いながら、どこまでもかけていく際の前には、どこまでも広がる地平線の見える大地が広がっている。目的と手段が転換してしまっているのは確かではございますが、それをおおらかに受け入れている。心の余裕というのか、こだわらないという精神の自由を感じさせるような詩でございますね。忘れっぽいというのは、実は、意外と知性が高いという米国の研究があるそうでございますね。重要な意思決定をするのに、不必要な情報を選択し、削除する。不必要な記憶をすぐに選別できるというのは、知性が優れているということだそうでございます。逆に、記憶力が高いという資質は、過大評価であり、生活上は、あまり必要がないものである。高い記憶力が、優れた意思決定を阻害している可能性もあると説かれているようでございますね。例として挙げるならば、前例に縛られるということが挙げられるのではないでしょうか。前例であったり、これまでの記憶に縛られた結果、失敗をするというのは、確かにあるものでございます。それよりも、先入観なく事態を判断する方が、いい選択というのは選びやすいのかもしれません。とはいえ、この研究におきましても、重要なことを忘れすぎるようであれば、それは、心配した方が良いと警告しておりますので、物忘れが激しすぎるというのには注意が必要でございますね。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手はことの葉葵でした。ことな箱書道。